皆さんこんにちは。37年ぶりギターの岩塩です。今日はですねこちら、G7th のパフォーマンス3ギターカポ購入したので開封レビューしていきたいと思います。この G7th、 これイギリスのメーカーでカポタストとしてはかなり有名、皆さんも、利用されている方多いんじゃないかと思いますけれども、今回買ったこの指板を挟むタイプ、あとはバネ式ネジ式のカポがあります。かなり有名で、著名なギタリストの方も、多く利用されていて、確かエリック・クラプトンもこの G7th のカポを使っているんじゃないかなというふうに思います。今回はその中でもこの、パフォーマンス3と言われるカポ、このパフォーマンス3と言われるだけあって、これ、実は3代目ということになります。第3世代ということですね。色は、今回このここにあるシルバー以外に、ゴールド以外にシルバーとブラックがあって、このゴールドだけがですね、1500円ぐらいどうも高いようです。で、この、パフォーマンス33世代目の特徴というのがここに、ありますけれども、ART と書いてあります。この ART という機構、これが、特徴です。この ART 何の略かというとアダプティブレディエンステクノロジーということで、日本語に言わせると曲線に合わせる技術とでも言うんでしょうか。裏にこんな風に書いてあります。要はこう指板の R に合わせて均等に押さえる機構、それが備わってますということです、という風になります。これによってですね、この、面がですね、指板の曲線に合わせて当たることでチューニングが安定するというふうなことなので、実際にどのぐらいチューニングが安定するのかも見ていきたいと思います。ちょっと早速、開けてみますけれども、これはどうやって開くんでしょうかという感じですね。ました。中にはなんかこういうこんなものが入ってます。はい、と、こういうものが入っていて、とこう、ケースからこんな感じでこうケースから入ってますと。という感じでこんな感じですね。別に僕は成金趣味じゃないんですけど、このゴールドの感じが、好きで、これにしてみました。でここがですね、先ほど言った、アダプティブレディエンステクノロジーということで、このこう押さえた感じは分かんないですけど、ここがこう指板の R に合わせてこううまくピュッと丸くなることで、その弦を均等に押さえられると。でこれがネックに当たる部分です。でこれ付け方っていうのは、こうグッと押さえると、グッと押さえるとここがこう狭くなりましたよね。でこれでもうこれ開きません。でどうやって開くかというと、このレバーをピュッとこう、ピュッとこういうふうに、わかります？ピュッとこうやると、こうパクッとこう開くと。でこれをグッと入れて、ここをピュッと開くと、押すと、押すというか持ち上げると開く、閉じて開くと、こういう感じです。でちょっと、ギターにつけてみましょう。このギターですね、ちょっとこうつけてみます。こう入れます。入れて押さえてピュッと
閉じると、こんな感じです。でここをピッてやれば外れせますと、という感じですね。これなかなか、ちょっと片手でつけるのはどうかなっていう気はしますけれども、はいはい、こうつけた感じ、正面から見た感じなかなかいいですね。ここはあまり大きすぎなくて、この辺がこうでかいやつ、例えばこの、ごめんなさい、このカイザーカポ同じようにつけてみますけど、このカイザーカポはですね、ここの幅がこう分かりますかね、広いんですよね。なのでこういうふうに、コードを割いた時にここに結構、手が当たってこれちょっと邪魔な感じなので、ここは結構この丸みもあってこういい気がします、気がします。ということで実際ですね、このカイザーカップと、この G7 スパフォーマンス3カップ、チューニングがどのぐらい、本当に、こうカポつけることによって、安定するのかというのを実際に見てみたいというふうに思います。はい、それではですね、これから実際に、カポをつけてチューニングの安定性を見ていきたいと思います。まずは、今チューニングがしてある状態なので、まずカポしない状態でチューニング見てみましょう。6弦5弦、4弦、3弦、2弦、1弦と、だいたいこんな感じで合っています。それではまずこのカイザーカポ、3フレットにつけて見てみたいと思います。はい、3フレットにつけました。じゃあ見てみましょう。同じく6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦。さあいかがでしょうか。3弦以外は相当シャープしてる気がします。もう一回見てみますね。6 5 4 3 2 1。なので、カイザーカポは、僕の感じだとかなりこのバネがやっぱり強いですね。なのでこのバネが強い分非常に押さえつける力が強いで、こう見ていただくとカイザーカポっていうのは結構この R がですねまあまあきつめなので、この両サイド側がより強く押さえられて、両サイド側がシャープしやすくなるんじゃないかなっていう気がします。っていうのがこのカイザーカポでした。さあここで次にこちら、今回購入したこの G7 スカポ、これを同じように3フレットにつけてチューニングの安定性見てみたいと思います。はい。
けました。それでは同じく6弦からいきましょう。6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦。もう一度見てみましょう。5弦、5弦、違う、6弦ですね。もう一度見てみましょう。6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦。まあ見てもらう通り、明らかにカイザーカポよりは安定してます。ただこれ、こここれですね、当然このこういうふうに押さえつけて締めるので、この押さえつける力によって変わってくると思うので、次は目いっぱい押さえつけてみたいと思います。グッとかなりの力で押さえつけました。はい、もう一度見てみましょう。6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦ということになります。やはり、強く押さえればその分、必要以上に弦が押さえられて、シャープするということはあるみたいですけれども、かなり強く押さえてもカイザーカポよりは、シャープの度合いが少ないかなというふうに思います。その一つの理由がですね、ここやっぱこの幅、この幅が狭い方が当然、より点で、押さえる感じになる。ここが広い方が面で押さえる感じになるので、当然シャープしやすくなるんかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。この G7 スカポパフォーマンス3代目、今回このカイザーカポと比較してみました。チューニングの安定性、やはり G7 スカポの方に軍配が上がります。ただですね、これも欠点がないわけじゃなくてですね、まず重さ、圧倒的に、このカイザーカポよりも重たくなります。ただ、楽器店の人が言うには、カポは重たい方が音がいいらしいので、こちらの方が音がいいんだろうというふうに思います。あと、このつけやすさという意味で言うと、まあそんなにこれもつけにくいわけじゃないですね。はい、クリップ式の方がつけやすいのかもしれないですけど、これもそんなにつけにくいわけではないと思います。であと、ヘッドにこうつけておくのも、まあこうつけてギュッとこう握っておけば、まあヘッドにもこうつけて結構しっかり、つくので、ヘッドに、つけておくこともできるので、まあまあ普通のネジ式とかのカポと比べると、使い勝手は非常にいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回この G7 スカポ、レビューしていきました。僕の中では、このギター、これまで、カイザーカポが、メインだったんですけど、こちらのカポをこれからこちらのギターのメインカポにしていきたいと思います。ということで、今回も拙いお話にお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次回。じゃあね。